トットウッドブリッジ、トットウッドブリッジ、トットウッドブリッジ、1971年4月2日帯は、オーストラリアシドニー市出身の男子プロテニス選手。身長177センチメートル、体重75キログラム、右利き。フルネームは、トットアンドリューウッドブリッジ、トットアンドリューウッドブリッジ。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス1位。 ATP ツアーでシングルス2勝、ダブルス83勝。長年にわたりダブルスの名手として活躍した。とりわけ同じオーストラリアのマーク・ウッドフォードとのペアで無敵の強さを発揮したが、この二人は性がよく似ていることからウッディーズ、ウディスと呼ばれた。グランドスラム合計優勝数23回は歴代3位大記録。 グランドスラムダブルス優勝数16回は、歴代2位タ記録、オープン化、以降1位タ記録。ペアでの優勝数11回は、歴代3位記録、オープン化、以降2位。1988年に、プロ入り。最初期のウッドブリッジのダブルスパートナーは、同じオーストラリアのジェイソン・ストルテンバーグと組むことが多かったが、1991年から6歳年上の、 マーグウッドフォードと本格的にペアを組み世界的な活動を始める。この年は日本のサントリージャパンオープン男子ダブルスでステファン・エドベリとペアを組んだ優勝もあった。1992年にウッドフォードとのペアで全豪オープン男子ダブルスに初優勝を飾り、1993年から1997年までウィンブルドン男子ダブルス連覇を達成した。 この頃から二人のペアはウッディーズと呼ばれるようになる。二人はウィンブルドンの連覇の期間中に1995年と1996年の全米オープン男子ダブルスで2連覇を飾り、1997年には地元の全豪オープンで5年ぶり2度目の優勝を果たす。また、1996年アトランタ五輪のオーストラリア代表選手としてウッドフォードとのペアで、 金メダルを獲得したが、この決勝では、イギリス代表のティム・ヘンマンとニール・ブロードのを圧倒している。しかし、1998年のウィンブルドンダブルス決勝では、オランダの強豪ペア、ヤッコ、エルティント・ポール・ハーフースの組に、4時間5分の激戦の末6から2、4から6、6から7、7から5、8から10で敗れ、6連覇はならなかった。 シングルスでのウッドブリッジは、1995年5月に、アメリカ・フロリダ州、コーラルスプリングス大会の決勝で、グレグル・ゼドスキーを破って初優勝を遂げた。それから1997年初頭のオーストラリア、男子ハードコート選手権で2勝目を挙げたが、彼のシングルス優勝はこの2つのみで、準優勝が7つあった。最後のシングルス決勝は、 1997年2月に、テネシー州メンフィスの大会の決勝で、マイケルちゃんに敗れた、準優勝である。この年は、ウィンブルドンの男子シングルスで、自己最高のベスト4にり、準決勝で、ピート3プラスに2から6、1から6、6から7のストレートで敗れた。これ以後、ウッドブリッジはシングルスでの活躍は少なかった。年に入り、ウッドブリッジとウッドフォードの組は、 全仏オープン男子ダブルスで初優勝を飾り、これで男子ダブルスの同一ペアとしてキャリアグランドスラムを達成した。二人は全仏オープンはあまり得意ではなく、初めての決勝戦は1997年でエフゲニーカフェルニコフとダニエル・バチェク、チェコの組に敗れていた。この全仏優勝で二人はペアとして通算58勝目に到達し、それまで ジョン・マッケンローピーター・フレミング組、共にアメリカが持っていた57勝の歴代1位記録を更新し、続いてウィンブルドンでも3年ぶり2度目の優勝を果たし、オランダのハーフウスとオーストラリアのサンドン・ストール、往年の名選手、フレッド・ストールの息子の組を破った。しかし、この年に地元で開催されたシドニー五輪の男子ダブルス決勝で、二人は、 カナダ代表のダニエル・ネスターとセバスチャン・ラルーの組に7から5、3から6、4から6、6から7で敗れ2大会連続の金メダルを逃した。35歳になったウッド・フォードは2000年のシーズンを最後に現役を引退したが最後の年にも全仏オープンとウィンブルドンを含めてダブルスで年間8勝を記録している。ウッディーズのダブルスは ほぼ10年間に及んだ活動期間中に男子ツアー大会のダブルスで61勝、うち4大大会男子ダブルス通算1勝を挙げ、同一ペアによる男子ダブルス優勝の一位記録であったが、2010年にボブとマイクのブライアン兄弟に更新されている。男子テニス国別対抗戦、デビスカップでも、二人はデハイオーストラリアチームのダブルス最多勝利ペア。 ベストダブルスチームの記録を残している。ウッド・フォードの引退後、ウッド・ブリッジはスウェーデンのヨナス・ビョルクマンとペアを組み、直ちに2001年の全豪オープン男子ンダブルスで優勝する。これは、ウッド・ブリッジにとって4年ぶり3度目の全豪優勝であった。2002年から2004年にかけて、今度はビョルクマンとのペアで再び、ウィンブルドン男子ンダブルス3連覇を成し遂げ、 ウッドブリッジのウィンブルドンダブルス優勝は9勝となった。このペアは2003年の全米オープンでも優勝し、ウッドブリッジには7年ぶり3度目の全米ダブルス優勝となる。ビョルクマンとのペアでは4大大会男子ダブルスで5勝を挙げ、こうしてウッドブリッジは4大大会ダブルスで総計16勝の記録を残した。ウッドフォードと11勝、ビョルクマンと5勝。 しかし2005年に入ると、ウッドブリッジは、インドのマヘシュ・ブパシュとペアを組みながらも、早期敗退が多くなる。ブパシュと組んだ2005年のウィンブルドンで、2回戦で、ステファン・フース、オーストラリアとウェスリー・ムーディ、南アフリカの組に3から6、6から7、3から6のストレートで敗れ、同選手権で10度目の優勝を逃す。この試合を最後に、 ウッドブリッジは34歳で現役を引退した。2010年、ウッドブリッジはウッドフォードと一緒に国際テニス伝導入りを果たした。マークウッドフォードとのペアの成績はウッディーズを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。